おはようございます。ただいま4時31分の時間をお知らせいたします。はい、ということで今日は何なのかというと、今ねマイトリックスでお尻を EMS で鍛えていつつ半身浴してるんですけど、今日はなんと初めての香港旅、一泊三日に出かけようと思います。イエーイ。ちょっと今キティちゃんの携帯ケースが不安定すぎて手が離せないのでちょっと拍手できないんですけども、はい、実は人生初めての香港旅ですね。一泊三日なんであっという間なんですけど、2日目を結構長く過ごせるような形でフライト調整して撮ったので結構楽しめるんじゃないかなと思います。はい、でまあ準備はなんとなく物はまとめてあるんだけど、まだ詰めてなくて、あとまあこれから半身浴上がって髪の毛乾かして髪の毛整えて、まあ顔はスキンケアをしてから出かけられればいいかなって感じなんで、まあ今日はね余裕かなと思うんですけど、あ今ね4時32分になりましたね。で家を出るのがね5時半ぐらいには出たいかなと思ってる。うん、5時半ぐらいにタクシー呼んで乗れればいいんじゃないかなと思うので、まあまだ結構時間はあるので、このお尻の EMS の筋トレが15分なんで、あともうちょっとやって、そしたら皆さん大好きパッキングをやって出かけたいなと思います。まあ一泊なんでね、大した荷物はないかなと思って見てたら、別にまあ一泊と二泊の差ってそんなないよねっていう感じしたんで、まあなんかすっごい少ないわけでもなく多くもなくって感じかと思います。じゃあちょっともうちょっと半身浴しますね。はい、ということで風呂から上がりましてパックナウ、今は何時かというと4時57分です。まああと33分ですね。なので今回は結構余裕がある方かと思うんですけど、はい、前ね紹介したまずこのキャリーから行こうかなと思うんですけど、これコストコで買ったやつね。コストコで買ったやつなんでまだちょっと開けてなくて、さっきフィルムを切ったんだけど、ここがまだ切れてなかったね。一泊三日なんで全然こんないらないと思うんですけど、もしかしたら中国茶をさすごいいっぱい買うかもしれないじゃん。なのでそうします。なんかちっちゃいキャリーだとさ、なんかねこう詰める作業をするときにね、帰りとかになんかあーこうだと入んないって出したりとかっていうのに時間がかかるのがめっちゃムカつくわけ、わかる？だからでっかければそのパイパパイのパーイってやればいいから、そこに時間かかんないからいいかなと思ってそうしてます。一般的な人からするとこれはもしかしたら5日とか、まあ、1週間ぐらいとかのものになるかもしれないんですけど、私の手にかかるとこれね一泊3日用ですね。はい、こんな感じでスイスミリタリーっていうところのやつです。まだシリカゲルが入ってる。こんな感じで、なんか白って汚れるかなとも思ったんだけど、表面意外とザラザラしてるし、まあなんかあんま白少ないからターンテーブルに来た時に見つけやすいかなっていうのもあって白にしました。やっぱ黒が圧倒的に多いんだよね、黒とかシルバーで。リモアの人も多いから結構いつもさ一回間違えて取られたりとかするわけ。まあその後みんな戻してくれるんだけどっていうのはあるからね、まあ白をやってみた。あとここのね皮、まあどんどん取れちゃうと思うんだけど、茶色が可愛いなと思って買いました。はい、あちなみに今思い出した靴持ってくなってた。これはお洋服ですね。まあ今日 T シャツで行って、なんかちょっと雨らしいんですよ香港なので、 T シャツスニーカーって感じで行動しようと思って、明日は曇りっぽいんでワンピとかでいいかなと思ってます。で一応ディナーに今日ヤムチャのミシュランのお店かな、なんかちょっといいとこ取ってくれたって言ったんですよ。予約してくれたらしいんですけど友達が。でもなんかそのお店のドレスコードレベルが分かんないけど、とりあえずこの T シャツでいけるか分かんないから、ディナーに行けそうなワンピース1枚と次の日のワンピース、あとは部屋にパジャマが多分ないと思う。最近の私の LA の旅のね Vlog を見てくれた人は分かると思うんだけど、バスローブはあってもパジャマはないと思うわけだから、パジャマ入れた、あと部屋用のメディキュットみたいな着圧系を入れましたっていう、まあ布系ね。はい、で次はこれ今日履いてくパンツね、黒のパンツ、これなら泥跳ねで見たの。はい、でこれがうちの母が花政っぽいと言って布を買って作ってくれた巾着にパンツをぶち込みました。であとはスキンケアね、見てこのもう
年々雑になっていくスキンケア、このベビーシャークみたいなやつに入れました。はい、で中身はね、私結構さ、これ去年のねシーラボカなんかのアドベントに入ってたやつなんだけど、シーラボのジェノマーっていうラインがちょっと高級なのかな、あるんですけど、これがなんか結構良くて、これのローション、そしてミニッコのこれを使い切りそうじゃない、使い切んないか一回だ、エンリッチデュオセラム、レチノールとビタミン C だっけのやつで、このクリーム、ナイトアップクリーム、ナイトなんで結構こっくり系だったんで、デイクリームはねもうなんか使い切ったのがなかったんで、日中は BA でいいじゃないっていうことで持ってきます。で、あ、そうだ、この導入結構いいよって言われたから人気だよね、無印の導入と、あと洗顔は本当に私酵素系のパウダーよく使うんですよ。で、前紹介したけどオバジね、オバジのこれを予備で、朝は私は普通のペーストが多いから BA、 もうこれ残り少ないんで使い切りそうで、クレンジングは前ミニッコついてきたワンバイ構成のこちらですね。これなんかくるくるやると結構黒ずみとか角栓とかが浮いてきやすい感じがするんで、私すごい好きなクレンジングなんで持ってきます。で、まあ部屋にあるとは思うんだけど、一応ね、はい、もしかしたらさ、例えばなんだけどさ、これどこ行った時やったっけ、パリ行った時やったけど、なんか今回エコで行こうかなと思ってるんだけど、もしかしたらさアップグレードしたりするかもしれないじゃん。で、帰りとかでラウンジとかでシャワー浴び入れる時にシャンプーとコンディショナーとかなかったりする可能性もあるから持ってこうかなと思って。でもだとするならこれは機内リュックの方に入れた方がいいものではあるよねと思った。だから機内ポーチの方に入れといてもいいかもしれないね、使わなかったらね。はい、私ひまわり好きなんですよ。で、これがトリートメント一応1個ね。で、ボディオイルがパウチ式のニュクスがあったんでこれ持ってきます。で、ヘアオイルはこれなんかの時もらったんだけど、ラボリカヘアオイルっていうやつがあるのでこれ持ってきます。やっぱ水が違うと結構ね、一気になんだろう、髪がきしったりすると思うので、ヘアオイルとかトリートメントはやっぱり大事ですよ。もうジップロック、もうジップロックに全部、あとボディクリームも一応ちびっこディオール持ってきます。スキンケアなのでこれポーチですらない、でポーチですらないんだけど、まあこれなら漏れないしいいかなと思って。パックはなんか最近使ってよかった、トリデンのこれ水色有名だけどオレンジも結構好きで、お気に入りのハニーも持ってきます。はい、スキンケアはこんな感じね。ここに挟むか、これポーチ。はい、でコスメはこれからちょっと詰めようかなと思って。で、あとはでも詰めるものほとんどなくて、半面以上絶対空いてるんだけど、やっぱパソコン持ってくからこのリュックっすね。リュックにパソコン入れて、で、今回このポーチも持ってきます。なんか一泊だからこんなにいるかねとも思うんだけど、喉塗る。これは重要だよね、やっぱり。フライトが、まあ、行きのしか調べてないけど5時間ぐらいっぽいんで、なんか絶妙なんだよね。セブよりは遠くて、まあ割と近いって感じなんだけど、なので機内もしっかりマスクしてた方がなんか乾燥するからね、良さそう。一応帰りとかに深夜便なんですよ。深夜1時でこっち朝6時着みたいな、ギリギリ1泊3日みたいな旅行なんで、メイク落として機内の中でちょっとっていうこともあるかもしれないんで入れときます。で、あとはこれは機内ポーチに入れてるけど、街に行く時にも持ってっていいなと思ってるんだけど、はい、肩こるからピップエレキ板ね、絶対持ってるから。で、この前も靴ずれした時に持っててよかったなと思ったんだけど、大きめちっちゃめのこういう、なんていうんですか、絆創膏じゃない絆創膏の方のやつを持っていくのと、あと私香港行ったことないし、そんな調べてないのね。今回本当に調べてなさすぎるんだけど、気温とかがいまいち分かんなくて、暑かったらと思ってビオレの涼しい涼しいタオルを持っていきます。で、これもうちょっと何本かあるんで、暑かったら全然もっと使ってもいいしって感じだね。で、機内ポーチの方にも、はい、こちらがあります。パックね、普通のマスクも一応予備で入ってるかなって感じ。あとは髪の毛結ぶゴムとか、
前髪留めるピンとかヘアピンとかのちっちゃいポーチも入れていきます。で、着圧ね、マストで入れておきます。あと歯ブラシも言わないとないかもしれないんで、ここに綿棒突っ込んじゃった、とりあえず入れるとこはなくて。で、前回のね、ロスのエディションで使って最高だったこの歯ブラシをまた持ってきます。この竹のやつ、本当はこれね、めちゃめちゃ良かったのを入れてきます。で、あとは空港で円買えるかな、ゆきちさん1万とかでも良さそうだよね。なんかほとんどカードとかだと思うから買えるか分かんないけど、とりあえずいつも最近あんま現金持ち歩いてないんで2万ぐらいは入れて、あと最近普段の財布はなんかマジ ZOZO で買った4000ぐらいのやつ使ってんだけど、このカードが入れれて、かつここにファスナーがあってお金入れれるんですけど、この中にエアタグと5000円から1万円の間ぐらい入れてるっていう、アクティブに使う財布は手荷物の方に入れてきます。で、手荷物は基本的にやっぱエコバッグがいいかなと思ってるんで、こういう感じで。で、さらに買い物するとき用に、前さ LA で買ってもらった、おまけでもらったこのエコバッグをつけてます。これはちなみに全体のダウントゥーアースのやつは確かね、おかみにもらいましたね。ちょうどいいサイズ感。はい、手荷物はこっちって感じかな。うん、なのでパスポート、ボールペン、現金、財布はこっちで、携帯は私は最後に入れるけど、もちろんこっちです。でもね、これじゃなくて私ハートにしてこうと思う。私このサイズ感でも家でどこに携帯あるか分かんなくなるんで、ちょっとやばいんで、ちょっとこれじゃないのにします。で、あとこれね、このふかふかのポーチに入ってんのが DJI です。今回は DJI、 やっぱオズポケ3が一番ね、外で撮る Vlog がちっちゃいし楽だし軽いしいいので、これに入れてきます。ちょっとね、これふわふわのポーチで衝撃吸収してくれるのでいいかな。で、アンカーのこの差し込んで、これもう何、備え付けっていうかついてるやつ、ゴータクシーみたいになってるやつだと、あれコードがないってならなくていいのでいいかなと思って、もうこれが DJI とチャージャーのキットって感じですね。はい、もう入れてきます。っていう感じかな。あと最後に携帯の充電器を入れていくかなっていうぐらい。手持ちはこれ、あと雨晴れいけるやつだったと思う傘、今日雨っぽいんで。あとこの前買ったかわいい、見て、シナプシュー、ウェブ戦争を勝ち抜けて買ったシナプシュのハンカチに、あとこれはこの前発表会というか行った時にもらったんですけど、ハーリップトゥー、ここ猫ちゃんなの、こじはるちゃんのブランドのハーリップトゥーのポーチの中に使うものをいろいろ入れてて、まずそう、これこの前発表会いてもらって、まだ発売になってないかもだけど、10月からカロリミットにね、新しいの出て、食前じゃなくて1日4粒飲めばいいっていうスタイルに変わったんだってっていうやつ。あとまあティッシュでしょ。で、そういやこんなのあったなと思って、また飲もうと思って、サプリ的な。で、危ないからロキソニン、急に歯が痛くなったりするときあるからね。で、あとまあ絶対あるよね、大谷さん、大谷さんとロキソニンがあれば本当になんか基本的にどうにかなると思ってる節あるからね、私。で、目薬、うん、で、なんか夜ね、これ最近使ってんだけどよくて、はい、ダネージのね、チューブタイプ、ジャータイプもあるけど、これもね、すごいこっくりしてて、なんかチューブ塗りやすいからいいじゃんと思って最近使ってるラネージュのやつで、日焼け止めニベアで、塗り直しが最近買ったやつダルバ、これはどうだろうね、ちょっと白くなるかな、そんなに私塗ってて白みは気にならなかったけど、黒い服着てたりするとどうかわかんないけど、ダルバ結構好きなんで買ってみました。なんか柑橘っぽい匂いするね、を入れております。完璧といったところ、ちょうどいいの、結構収納力あって、多分ブラシとかだとちょっと超えちゃうかもだけど、こういう持ち歩きエコバッグの中って結構ガチャガチャなっちゃうじゃないですか。でもなんか意外と持ち物あるじゃん、日焼け止めとかあると、そういう時にねめっちゃよくて、このポーチ使ってます。結構ね、カラバリあるんだけど、はい。
って感じで、すっきりしました。で、暑いかなと思って見て、私もこういうの持ってんの。これね、風が出るだけじゃなくて、この真ん中が鉄板になっててね、この氷結モードオンみたいのを押すと、ここの真ん中の鉄板が冷えるからね、こうやって頸動脈とか冷やせんのねっていうやつ。これを一応持っていこうと思います。ちょっと冷えちゃう、一応ね。いいじゃん、すごい準備万端みたいな感じになってるよ。はい、っていうバッグです。よし、そしたらさ、ちょっとコスメ選んでいかないと。てか今何時何分？5時13分。ちょっと時間少なくなってきちゃってる。まあまだ全然余裕だけどね。本当はパソコンこっちに入れていきたいんだけど、それはちょっと怖くない？本当ね、別に日中使わないんだけど、ちょっと怖いよね。それかもう、いやでもエコなんだよな、ビジほど広くないからさ、これこうしてもこれでパソコン入れてっちゃう？だとしたらこれいらんくない？このリュック。いらん？超悩んできちゃったんですけど。邪魔だよね、このリュック絶対。これに入れて預けていくか。懐かしくない？これ。昔これニューヨークだっけ？買ったの。これいいか。使わないんだよね、フライトの中では今回使わないと思うから。入れていくか。じゃあ空中に浮いてる。チャージャーとかは手元にないとダメだから、このガジェット系もチャージャーがないから、うん、いいね。これやめよう、重いから。重い絶対。身軽に行こう、一泊三日なんだから。今の英断だったと思うね、私。じゃあ、こうすんだよ。はい、英断。履き慣れてる靴にしました。英断。そう、ロスで履いてたのはこの靴なんですけど、めちゃくちゃ歩きやすくて、ちょっと大きいんですけど、前回さ、空港に行くまででさ、新しい靴履いたら擦れちゃったからさ、今回に関してはやっぱ履き慣れた靴持ってこう。ね、これが絶対後に、良かったとして語り継がれることは間違いないからね。はい。全然荷物ないじゃん。すごい私。あ、だからまずコスメポーチ入れてなかった。コスメを選ぼうか。でもね、みんな見て、ミニココスメ結構集めてるんだけどね、それを持って今日はね、傘を減らしていこうと思うの。まず髪の毛もストレートかけてるから、なんかもう本当に乾かすだけで、結構いけちゃう感じなの最近。だからこのちょっとカールさせるよ細かブラシで、あとはこれで充電しながら使えるカーラー、これのみで髪の毛をやっていこうと思う。重さでしょ。で下地、これミニコプリームベスト。あー、でもメイベリンじゃなきゃダメな、多分湿度が高いんじゃないかなと思ったんで、ファンデはメイベリンにします。これもね、後に語られる英断だと思うね。パフたち。で、パウダーは、ジバンシー、チビちゃん。でね、これなんか3個セットになってて買ったんだけど、かわいいの。チーク、シェリン、パラダ。今回はこれでいってみようかなと思って。で、でもね、この、姫路の、このハイライター用パフがすごいいいからこれでのせたい。あ、フロスとかしまい忘れた。ベースはやりました。じゃあ次、アイシャドウ。アイシャドウはね、最近のオキに連れていこうかな。最近のオキにでもちょっと大きいんだよね。オキにね、私のオキにインカンデスントを含んだこのパレットが噛みすぎて好きなのね。ミルキーウェイリュクスアイシャドウコードってやつで、ね。全員自分主役って顔してるのがすごいいいよね。私そういう人好きだよ。で、このね、一番右上か。のとこはインカンデスントなんですよ。なので、シングルのを持ってかなくても OK。これがあればもううちら主役になれるから OK だと思うね。アイシャドウこれでしょ？アイシャドウこれ。アイライナー。アイライナー最近使い切っちゃったから新しくなんか置けなきゃいけないんだよ。
なんかあったっけ、資生堂とかなかった？資生堂のペンシルアイライナー、これ大好き。ペンシル、アイシャドウ、アイライナー、マスカラー、メイベリーね、はい、間違いない、これでしょ。で、あとはアイブロウマスカラ、ジル、まだなくなってない。このアディクションのやつもかわいい。アディクションの009っぽい。こういう色。今ね、掃除しちゃうと手が汚れた状態になっちゃうのよ。ずっと落とし忘れて。気をつけて。で、これでいいね。で、下の涙袋作るやつでしょ。で、あとは、これまで塗ってこうね。ビューラー。リップはな、気分が違うと。あ、シューね。アイブロウの一生使って、マジで一生愛して使ってんの、これ最高だよ。シューのアイブロウ、リップはね意外と好きみたいな。さ、あれどこ行った、ティルティルのさ、こうやってさ探してるとないんだよね。絶対すぐポロッと出てくる。あ、最近気に入ってるリップがあるの。これ YSL のね、一見すごい濃く見えるんだけど、つくとね、いい感じの。ラブシャインキャンディーグローバウムの58番。こいつはお供で連れてこう、絶対的にね。こいつ絶対連れてくのと、二重のメッシュとお水のセット。意外とフィーブも好きなんだよね。ちょっと明るい色使いたくなった時要因。あ、そう、あとね、さっきここに持ってきた。これも、結構良かった。うっすらクラランスのオイルバームみたいなやつ、これも連れてこう。はい、大丈夫、これで足りてる。マスカラ入れない、足りてるか。で、そしたらあとはブラシね、チークブラシ、もろもろいりそうなもの、はい、これで完璧完璧。あ、忘れてた、ラッシュアディクト、まつげ美容液持ってかなきゃ。オッケー、そんな感じ。今だ何時、24分。あ、ちょうどいいね。ちょうどよくない、髪の毛全然何もやってなかった。ちょっとじゃあここすか。はい、ということで準備できまして、今5時36分です。はい、準備できましたので、では行ってきまーす。キラキラキラー。